アナタハン島は、マリアナ諸島の火山島。北緯十六度二十一分零五秒、統計百四十五度四十分四十三秒に位置し、南東約五十三キロメートルにファラリオンデメディニラ島、北北東約三十五キロメートルに、サリガン島がある。島の形は、東西十二キロメートル、南北四キロメートルと東西に長い島で、島の最高点は七百八十七メートル。 面積は31.21平方キロメートルで、北部諸島では、パガン島に次いで大きい。第一次世界大戦で戦勝国となった日本は、マリアナ諸島一帯を移民統治していた。この時代には、日本人入植者もおり、島民を使い癒しの栽培が行われていた。第二次世界大戦中には、アメリカ軍のボーイング B-29 爆撃機が、島内に墜落した。 第二次世界大戦末期に連合国軍がマリアナ諸島を一帯にその勢力を広げた結果、島民は島から脱出したが、少数の日本人入植者と軍人、軍族らが残り、1945年から1951年までの間、島ではアメリカ軍の降伏の呼びかけに応じない日本人男性多数と女性一人が共同生活をしていた。その間に男性が、 次々といなくなる事件が発生した。日本人の引き上げ後、元島民らが帰還した。島の火山に噴火したという記録や言い伝えはなかったが、1990年4月に、島で火山性地震が多発したため、島民22名は全員サイパン島に避難した。その後、避難命令が解除され何人かは島に戻ったが、2003年5月11日と2005年4月6日に、 大規模な噴火を起こし、島民は再び避難生活を余儀なくされている。2007年から2008年にかけても噴火が起こっている。ありがとうございます。